倒したミステリーが近づいてきた。あなたってミステリアスね。嫌いじゃないわ。はい、ミステリーと友達になります。ミステリー、ミステリー、テリー、謎の男、エニグマ、エニー、ミス、どうしようかな。ミッテさん、まあどうせ使わねえけどっていう。まあすき焼きからはいきなり深夜にできるようになったからね、だいぶ楽って言ったら楽だね。はいはい。そして、編集してたら気づいたんだけどね。はい、最後にミステリーと、あの光ってたね。ここここ思いっきり光ってたわ。やっぱ基本下画面見ながら走ってたから気づかなかったんだよね。黄金大豆、これだよ黄金の大豆って。すごい豆腐が作れるかも。豪快か。ここダンジョン扱いだから飛べないんで、ダンジョンから脱出して飛ぼう。ニューヨーマシティ、そしてほいな。すき焼き屋さんと。とりあえず完了できたのは豪快。黄金の大豆、お前に黄金の大豆やる。黄金の大豆だな、綺麗だな、おで綺麗なもの好きだの、友達になの。はい、豪快。ゴードン、ゴーカ、ゴーマロ、ニクニクン。豪快。豪華。ゴー、ゴー。ヒロミ、シャキーン。ありがとう豪快。綺麗な大豆、宝物にしたいけど、うまい豆腐にするの。さあ、これであと3匹。まあね、次の時にでも。で、一応ね、クエストが、稲穂編が追加クエストコンプリート。で、ケータ編もね、どうやらバスターズ進めないと出てこないのあるみたいだから、ちょっとバスターズ戻ろうかなーっていう。あと4つしかねえやーっていう。ということで、バスターズを進めていきましょう。レッツバスターズ。よし。あ、自爆鬼。とりあえずね、ブリー隊長に話しかけてと。ダンジョンを選ぶ。リアクションで言う。SQ。そして、神の山覚醒碑の神。これは1日1個ずつ以上今もらってるから結構溜まってきてる。で、怪しい地下室が、あのメンバーによって強さが変わると。で、前ポコエイフンがレベル低め。で、こっちがいきなり30だったけど倒した。次45、ちょっときついなっていうことで、とりあえず前ポコエイフンの2に行こうかな。これレベル8なんで、もう攻略だけ目指しゃいいのかなって気がするので、なんかね、メンバーチェンジはこのボーノさんだっけ。
今ちょっとスピーディー、まあメンバーなんだけど、スピーディーでいい気もするな。回復が一つしかないのか、その代わり2体同時。まあポッサンの方が安定はするか。なんかね、ネコロンブスがね、いいらしい。ネコロンブス、どこにいるんだ？レベル。育ててないから超レベル低いと思うんだけど。なんかね、ネコロンブスは、次の階の階段の場所がずっとわかるっていう。階段の位置がわかるようになるナビ。だから、低レベルのところはこいつ入れて高速で回すと、ネコロンブスだと思う。だけどちょっと連れて行ってみよう。レベル8でいいってなってたし。まあまずは、ゴー。探検だ。そしてね、あの、一人で行くと、ボーナスゲーム行かねえ方がいいんじゃないかなっていう。まあ行ってみよう。お前ら出発だ。はい、いいっす。行きます。というわけで、5階だっけ？行こうではないか。寝転んでやがる、あいつ。ちょっと待って、おい。寝転ぶ、お前、そのまんま移動すんの？あ。よかった。ちゃんと歩いてるね。てっきり俺、この寝転んだ状態のまま、地面滑っていくタイプかと思ってびっくりした。ナビ。おーい、あった、キャニャーン、超わかりやすい。ネコロンブスの通常技とかは A が攻撃、 Y なんだったんだ。これ魔法か、弱い。まあレベル上げてないからしょうがないけど。お、宝箱持ち。確認せずにやってるからちょっとまずいな。お、神経験したの？大経験値か。まあ階段目指してレッツゴー。便利だね、いろいろ分からなくなった。ただ階段の場所が分かったからといって直接行けるかどうかは別問題なんだよね、このゲーム。だいぶ回り道しなきゃいけないっぽい。Y の技が何なのかが全く分からない。チェックしとけばよかった。通常攻撃が攻撃後に衝撃が出るから割と攻撃はできる感じする。ちょっと待て。おい、ちょっと待てよ。道わかんねえんだけど。制限時間はまずい。こっちの上かってことは。ここかよ。なんかのパラメータアップ系かな。ちゃんと見とけばよかった。おい、ワープ。おら、やれやれ。よくやった、先に行こうとしてる回に限ってね。階段発見。まあ先に発見しとくとだいぶ楽。さっきはこのルートで来ようとしてる途中だったんだな。すごい腕の刀。あれ、これはいい装備じゃない？いいかな、そう。お、運がいけ。ニコロン。苦い漢方であります。もういいかな。左上がもうモンスターハウスみたいになってる。今のうちにチェック36。よし、
さあ次の回に参ります。やった牛すき焼き。ダメージフィールドいいな。いるだけでダメージ地味。おりゃおりゃおりゃ。防御してもダメージフィールドのダメージはどうやら入るみたいだな。あ、やった。容器の粒、容器の粒も結構集めやすいけど、やっぱ容器の粒集めるの大変だからね。あの確定になるあのアイテムは七福神妖怪とかに使うべきじゃないかな。まあ、バスターズやってると結構、お、ヌパツ結構手に入りやすいみたいだから、まあ右上目指しましょうかね。やれやれ。秘伝書もポンポン手に入る。あ、大トロじゃないですか。こっちじゃねえのかよ。焼き餅を焼いてやるんだ。んないきょう。ジバニャめっちゃダメージ食らってるし。行くな。はい、さーっと次行っちゃうか。ちょっと回復待とう。さすがにジバニャなんでそんな食らったのっていうぐらいダメージ食らってるし。早手のバッチ、そんなものはいらん。かにゃん、おい、ジバニャン。ジバニャンダメージ食らいすぎじゃないですかね。お、盾盾。盾、まあ、これいらんない。32。そんないらんな。特殊効果は攻めのバリア、罠バリアなし。じゃあここかな。じゃあ次の回に行きましょうかね。回復も終わったし。ただ体調が、ここにアイテムがあると、右下にアイテムがあると言っておるぞ。ビクトリーエン。お、だらけと友達チャンス。危ない危ない危ない。倒しちゃってからでいい。だらけと持ってたけどね。よっよっ。よっ。ピピー。必殺技でも見とこうかな。一応右下にアイテムあるみたいだから、それだけ取って次の回行こうか。いるいる。くらえ。500。ちょっとあれ、しかも移動速度上がってね。めちゃくちゃ上がってんじゃん。罠バリア素晴らしい。あった。容器の壺おいしい。うん、 OK。 とっとと次の回行こう。と思ったらこっちにアイテムがあるだって。全部探索する気なら別にネコロンボスを連れてくる必要はないな。やっぱりとっとと次に行きたい時だけかな。よし、終わった。無視だ、無視無視。次の回であの罠見えるやつを、いろいろわからなくなってしまいました。さーっと行こう、さーっと。あ、本当だ。いろいろパラメーター系が見えなくなってた。5000おいしょ。
わが見えるビクトリア宝箱妖怪。あ、なんだこれ。あ、あれか、守備力上げるやつか。ポッサン食らいやがった。自分だけ消えてもしょうがねえんだよな、周りの味方がバレるから。罠まみれすぎねえかこのマップよ。罠多いな。しかも時間マイナスの罠が多いな。ちょっと罠まみれすぎんだろう。導きとか別にいらねえけど、まあ一応ね。さすがに2匹目のだらけ党はいらねえや。お宝もどき。あまりも予想外だったな。もっと右側からか。意外に出口が分かってもそこに行くための道が分からないというね。え、ちょびっくりした。持ち物は常に一つは開けておかねば。36、とりあえずポッサンド装備更新だな。よし、とりあえず武器は全員30代の装備にはできた。階段発見。さてラストかな。9階。ああ、そういう風に分かれてるのか。痛い痛い痛い、こいつは痛い。なんか階層変わったね。マップよっ。古びては来い。わあ、回復。ポスさん、こっちかフィールド。自爆でいいか。やっぱジバーでため攻撃スタートするのがね。でもため攻撃一発で倒せるじゃないか。制限時間2分はまずいって。これでもあとはボス戦だけのはず。ちょこのスタートはダメだな。何にも見えない。超ドキドキはドキドキでかいだけだな。なんていうか、あの雑魚の使い回しかな。その分楽勝っぽいね。ほらほら、回避しながら。復活ありです。ゲット。ガチガチ玉。とりあえずこの辺は全部片付けとこう。はい、クリアでーす。はい、脱出。
報酬ください。お、なんだこれ。あ、火炎土器、さらにユードロ、容器の粒が美味しい。お、導きは初めてだったのか。じゃあニックネームじゃ。こっち、ミッチー、ちびまる。はい、ミッチーでいい。ぬん。シャキーン。はい、というわけでクリアしたことにより探検ドー3が出たんだよね。マンマミーラ、マンマミーラ。これ禁断の果実、これをね、これを、これが欲しい。割とポンポン出るのかな、禁断の果実。